キスカトを撤退作戦を成功させた。木村正富は指揮官として太平洋戦争で活躍した日本の海軍軍人である陸軍の樋口喜一郎と協力してキスカ島守備隊を撤退させる作戦の指揮を取った。一度目の作戦決行時ポイントであったこの辺りに発生する霧が薄かったため木村は作戦を中止した。戻った際に批判を浴びるも確実に撤退させることしか考えていなかった木村は気にも留めなかった。そして2度目の作戦決行時濃霧の発生によりアメリカ軍の目をかいくぐることに成功。島に船を近づけわずか1時間足らずで守備隊約5000名を無事に救出。アメリカからもパーフェクトゲームと称されたこの作戦は玉砕することよりも命を大切にしていた。樋口と木村の協力があったからこそ全員救出という奇跡を起こしたのかもしれない。